マムタ三氏とは、日本古代の河内国の豪族。聖和連。新先生史録、右京公別によると、マムタ連氏は、多朝神道祖とあり、かむやえ耳の命、男彦、八世の身命の後なりとある。マムタ三宅の干渉を行ったので、この使命がある。日本初期巻、第十一によると、仁徳天皇十一年。 日本最初の大規模な土木工事であるマムタ包みの、築造の際に両所の傷かばすなわち壊れて塞ぎ、がたきありわけ、宇治谷にたけしそこで、天皇は夢を見たところ、神が現れて、武蔵神京京川知人マムタ連三子二人をもって、火白に祀らば、必ず塞ぐことへてむとおっしゃられた。そこでこの二名を探して、人心極にした。強首は、泣き悲しんで水に入って死んだが、 三子は、善、福兵ん子を取って、川の中に投げ入れ、受けをした。過信、たたりて、我をもって、兵とせり、世をもって、今我来たりり。必ず我を得むと欲はば、世の福部を沈めてな反切素。すなわち我、真の神と知りて、親ら水の中に入らむ。もし福部を沈めることを得ずは、地図からに、偽りの神と知らむ。何ぞ我が身を滅ぼさむ、わけ。 宇治谷たけしそのように言った途端、つむじ風がにわかに起こり、福部を引いて水中に沈めたが、福部は波の上に転がるだけで沈まなかった。風に流されて遠くへ行ってしまった。かくして三子は死ななかったが、包みは完成した。これは三子の裁量によって命が助かったのである。時の人はこれを強く美談感、三子談感と呼んだ。前者は、 大阪市旭区千葉屋市長、校舎は寝屋川市大野間に否定されている。これと同様の物語が仁徳天皇67年にある。日々中国の川島川の川又に大が住んでおり、毒気で人々を苦しめていた。カサシの子祖のあがたもりは勇敢で力が強く、縁に三の全ひさごを投げ入れ、お前がこのひさごを沈められるのなら、私が拾おう。できなければ、 お前の体を切るだろうと言った。水地は鹿に化けて、久子を沈めようとしたが、沈まずに、アガタモリは剣を抜いて水中に入り、水地とその仲間を切り殺した。この淵をあがたもりぶという。この時大きに当てられて、背く者が12名いたという。マムタレン一族は、日本初期末期第29によると、発色の生成帝により、684年。 スクネの生を与えられている。この説話の末尾には、ゼド氏、白木人、長高る。すなわち、ゼの役に、老夫とあり、五世紀代から本格化する大土木工事の技術や知識が、トライ人集団によるものであることは明らかであり、その技術革新への自信が、自然の脅威への挑戦、克服へとつながっていることを、三種の行動自身が指し示している。 そこにはそれまでの農民の利益を代表してきた共同体の機能の存続、維持を求めてきた迷信への克服が現れている。農耕具の進歩、武具における川戸地炭鉱から病流炭鉱への革新、発展、末期生産の開始、牙の風習なども大いに関係している。ありがとうございます。